では、次、プライドが高いのを直したい、お願いします。はい。プライドが高いのを直したい。匿名希望さん。二十一歳。完璧主義で。プライドが高いのを直したいのですが。どうすれば。よいのでしょうかあ。完璧主義でプライドが高いというのは矛盾してるな。あのー。完璧主義だったら、プライドは低いはず。 なんでかっていうと物事が完璧にできなければ気が済まないんだから自分のプライドをとことん落として作るもののクオリティを上げれるはずなんだで次にプライドが高いんだったらさ完璧主義になれないんだよだって えと自分が作ってるものでこれで OK だっていうのが完璧主義だろ例えばプライドが高い人間は俺はイケメンだとかさ俺の見た目で OK だとか俺はデブだけどそれでいいんだとかなんか私はなんかおっぱい小さいけどそれでいいのよっていうふうにプライドが高かったら言えるんだそれは完璧主義じゃない今の自分で OK だっていうのがプライドであってさ今の自分で文句がないことがプライドのはずだから完璧主義でプライドが高いっていうのは実はずれてんだよね。 完璧主義なのにプライドが無駄に高いって言うべきであって、えー、じゃあそれは直したいのですがって言ったらさどっちが直せるのかって簡単じゃんプライドが高いのは直せないよそれは何かとは勝負んだからでも完璧主義っていうのはどこで自分のうんプライドを保とうかっていう落としどころだからさ完璧主義の方を修正した方がいいよだから両方直すのはもうどうしようもないからプライドが高いんだったらプライドが高いので 今の自分で、OK、のはず、今のの自分のやってることで OK のはず今の自分の欲しいもので OK だというプライドを維持してでそこから出来上がるもの与えられるものに対してあんまり完璧を求めない方にした方がいいよにしたが性格は直せないけども好みは修正できるからプライドが高いのはそのままにして完璧主義を修正しましょう。